鈴木春香はフリーアナウンサー。埼玉県所沢市出身。関東国際高等学校演劇科武蔵野女子、大学文学部日本語、日本文学科を卒業後、2001年にテレビ山梨に入社。ゆうてニュースの星のキャスターを番組開始から2011年4月1日まで7年半にわたって担当した。 高校時代に演劇を勉強していたことなどから芝居や映画などに関心が高い。山梨県甲府市で毎年開催される山梨映画祭の MC を第1回から第7回まで務めた。2012年1月に総務部へ移動。産休後、2013年退社。その後2014年2月23日放送の中世小前のお休み、サニーデーで。 大雪のため収録に参加できなかった MC の中瀬子、前のピンチヒッターとして、久しぶりに言うての番組に出演し、出産し、山梨で生活していることを報告した。2018年7月から、ウッティタウン6丁目のカフェ、同年10月からは後番組、南おばちゃんの6丁目がっちり金曜日の MC を担当している。2008年12月例会報告。 技術やネット山梨。山梨青年工業会。2014年11月19日閲覧。2009年イベントレポート。女性の健康習慣。日本産科婦人科学会。2014年11月19日閲覧。走りと、オーディオの匠が新たな車の魅力引き出す。ソニックデザインサウンドアスロン初開催。いい燃費株式会社イード。 2014年11月19日閲覧。14万913事業公開プレゼンテーション。中央工業株式会社。2014年12月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年11月19日閲覧。市民公開講座。株式会社アークメディカル。2015年3月18日閲覧。心を育む命のセミナー。 坂本玲子氏講演会、生涯学習、甲府市、2015年3月13日時点のオリジナルより、アーカイブ、2015年3月18日閲覧、ありがとうございます。